ね、ちょっと朝ごはん食べて、買い物行ってきて、で今帰ってきたんですけども、まだキャンプファイヤーの火つけて夜に備えようと思って、ファイヤーつけました。でね、ちょっと僕お昼ご飯食べようかなと思ってね、ちょっと今日持ってきたものがあるんですよ。でちょっとそれを食べようかなと思うんですけども、これです。ちょっとね見てください。じゃじゃーん、札幌一番シリーズ。ちょっと全部ね、カナダでね買える部分をちょっといろいろいろんな店回って集めてきました。こんな種類があるんですよね。でこれオリジナル醤油でしょ、で塩で味噌。まああなたは何派ですか言って、今どうでしょう、塩とか味噌とかが争ってるんですけどね。こちらカナダはねチキンがあって、シュリンプもあって、ビーフ、あとねこれホットのスパイシーでね、キムチっぽい、キムチじゃないな、まあちょっとピリッとしたような札幌一番がありますね。で豚骨、これは日本でもありますね。あと焼きそばもありますけども、まあああなたは札幌一番何派ですかというシリーズをねちょっとやりたいと思います。でちょっと今日ね何を食べようかなと思ってるんですけども、ねちょっとこのシュリンプをね、ちょっと食べてみようかなと思ってます。僕個人的にはね、このね味噌が好きなんですけども、まあ日本だったらこの3つが主流ですよね。ただ海外ですとちょっとねまたバリエーション増えるんで、それぞれどんな味するのかなっていうのをちょっとやってみたいと思いますね。まあそれで食べるラーメンうまいんでね、多分どれでも、うまいかなと思いますけども、ちょっと今回シュリンプを、札幌一番あなたは何派ですか、私はシュリンプです。OK、ではちょっと遠ざけようか。チキン、まあこれはチキン、シュリンプ、ビーフは食べたことないんですけども、チキンはね結構ねこちらチキンラーメン系結構あるんですよ、手に入るんで、多分まあ味は大体想像できるかなと。ビーフはちょっとまだ分からんですね。シュリンプはもしかしたらもうシーフードの味かなと思うんですけども、まあいろんな種類があるんでね、またちょっと面白いのあったらシリーズ化してやってみたいなと思いますね。出前一丁もね結構いろんな種類ありますわ、5種類6種類ですかね。出前一丁もまた集めたらちょっと集めてやってみたいと思いますね。まあどんな、まあシュリンプがどんな味なのかちょっとわからないですけども、まあやっぱアウトドアでねこうやって外で食べるラーメンはね、インスタントラーメンでもうまいんで、まあそれをちょっと楽しみながらちょっと企画としてやってみたいと思いますね。娘がねちょっとお腹すいたようなんで、ちょっとラーメンね一緒に食べますわ。チャージ？グッドグッド。いや。And then when it goes back to 1%, then it goes back to 11%. A little bit more. It's a little hard. But it's good. Smells good. Yeah. Back. Okay. Okay, ではちょっとこのスープの素を入れて味が一気に変わると思うんで。おお。I think I like it。すごい。やっぱシーフードの味がもうしますわ。カップヌードルシーフードっぽいですね。もしこれがカップヌードルシーフードのような味をするんだったら、多分ドハマりしますね僕は。一番好きなんで。
Coming up? Mm-hmm. No? Oh, it's frozen. ちょっとね、人が今来てびっくりしましたけどね、ここなんかね、あのハイキングトレイルになってるみたいなんですよ。あのオーナーさん言ってたんですけど、まさかあのハイキングしてる人と遭遇しましたね。今日もうびしょびしょなんでね、あの地面が。ハイキング日和じゃないですけどね。まあでもこれ絵になりますわ。僕大好きですから。これ Okay, I think it's ready. You don't want egg, right? So I'm gonna give you a noodle. こんな感じですよ。チョーン。Just break. If you want to break, you need a mixer, so you will break.CDA. If you don't touch it, just make up like a sunny side up or like boiled egg. You want some soup? A little. A little? Sapporo Ichiban shrimp. Itadakimasu. Hot. Hot.ヌードル、シーフードではちょっとちゃいますけどね、薄めのシーフード、たっぷり一番塩にちょっと海鮮の味が入ってるという感じですかね。アゴもね、絶妙に火が通っててちょうどいいですわ。これ多分、ね、アレンジしたら多分めっちゃうまいと思いますね。あのエビをそれこそ軽く炒めてね、で後からトッピングしたりとか、エビとエビじゃない、イカ、エビ、タコ、多分絶対ありますねこれ。How is it, Mika? It's good, hot, good, right? Yeah. This is shrimp. Oh, oh, my. What? Soup, nice soup.Soup is nice, actually. Look, that's a lot of soup. That's right. Oh, nice. Daisekou.